松内時サブは日本の昭和時代に活動したアナウンサー。日本におけるスポーツ中継の実況アナウンサーの草分け。大相撲、東京六大学野球、職業野球、競馬などのスポーツ中継の実況アナウンスで人気となった。松内のリサダの三男として東京市本塾で生まれる。大阪府立北の中学校から慶応義塾大学ぶり在科を経て、 日本伝統へ入社するが、1925年に NHK へ入局して、アナウンサーに転職。東京放送局に赴任した。野球中継においては、ピッチャー振りかぶりました。打ちも打ったり取りも取ったりというような、動作を表現する典型を、数多く想像した。1929年周期の6大学野球、総計戦中継の終わりで、夕闇迫る。 神宮球場、ねぐらへ急ぐカラスが人は、2羽、三羽、と球場の風景を描写した。このアナウンスは、評判となり、再録の SP レコード版、総計野球総破戦が1931年10月17日に、発売され、15万枚の売り上げとなった。松内は毎回、ゲームセットの際にこのアナウンスで終えることを、恒例とした。 1928年の春場所から始まった大相撲の中継放送において相撲の実況中継を日本の放送史上初めて行った。松内は当初、左四つ、右四つの区別もつかないほどルールに無知だったため、国民新聞の記者、石ヶ谷正とを隣に座らせ、石ヶ谷が書いた決まり手の紙を松内が読むという実況方法を取った。同場所は、 仕切りの制限時間が設けられた最初の本場所であった。初日は力士たちが立ち会いに戸惑い、予想より早く取り組みが進んだ結果、午後5時20分からの放送時間の前に結びの一番以外の取り組みがすべて終了してしまったという。この場所は実況中継を聞いて続々と詰めかけるファンの列がなされ、先秋楽には満員御礼となった。 相撲協会は、取締役会を開き、日本放送協会と、松内に特別感謝状を送った。松内の大相撲中継では、実況の合間に、力士のしこなにちなむ戦竜や強化を挟んだ。これは、取り組みの前後や仕切りの際の間を埋めるために、佐治奇跡で観戦していた、久保田万太郎や久米正夫が即興で書いて、松内に渡し、読み上げたのが最初であったという。 長いしきりで知られた若葉山賞が立ち上がった際の若葉山もみじの頃に立ち上がり、常の花冠士が現役を引退した際のいつまでも福育と咲き常の花などが知られる。1932年4月17日に目黒競馬場における提出後商店4月24日に第1回東京有春大競争の実況を務めた。同年行われた。 ロサンゼルスオリンピックでは、現地、アメリカ合衆国へ赴き、初の海外から日本へ向けたオリンピック中継を行った。その期と、国際連盟総会の中継放送を担当するため、長くジュネーブに滞在。初のプロ野球中継放送となった1936年7月1日の日本職業野球連盟結成記念大会では、 和田信方と掛け合うスタイルで実況を務めた。1940年頃に広島放送局放送部長を。その後はスポーツ中継の第一線から退いたものの、志村聖順、北出誠五郎などのスポーツアナウンサーを育成した。戦時中は一時陸軍司令官として転出した。戦後、仙台放送局長を務めたのを最後に勇退した。 1950年に和田と共に開局直前の中部日本放送でアナウンス研修を行った。当時の NHK で1年費やす内容を半年で収めさせ、後に同局で開局第一声を発するウイ・ノボルラを育成した。1972年1月31日に東京都内の病院で生居81歳没。ありがとうございます。